新横浜ラーメン博物館にて嵐を呼ぶ男は1957年に公開された石原雄二郎主演の日本映画で石原の代表作の一つとして数えられている。北原三氏演じるヒロインのモデルは当時女性マネージャーの講師として注目を集めていた渡辺美沙である。石原自身が歌った主題歌は62万枚のヒットを記録した。後に 渡タ哲也と近藤正彦の主演によってリメイクされている。ジャズバンドのプロモーター福島宮子は、ある夜、音楽大学の学生、国部栄治から兄の国部正一をドラマーとして売り込まれる。人気ドラマーのチャーリー、桜田が急に仕事を休んだため、宮子は喧嘩して留置所に入っている正一の身元引き受け人になり、ステージに出す。チャーリーが、 持チの事務所に移籍したため、宮ヤは小一を自宅に住まわせ、兄の福島新介と新バンドでデビューさせる。音楽評論家の佐京徹は小一に、宮ヤとの仲を取り持ってくれるなら、小一を宣伝すると取引する。佐京はテレビで小一を持ち上げ、小一とチャーリーのドラム対決公演を提案。だが、その前日、小一は持チの子分と喧嘩し、 左手を怪我してしまう。翌日の公演では、チャーリーの演奏が優位であったが、小一は右手でドラムを叩きながら歌い、観客の喝采を浴びる。ジャズミュージシャンとして売れっ子になった小一は、やがて、宮子と結ばれる。弟の英治も自作曲がリサイタルで演奏されることが決まる。左京は約束を守るよう小一に迫る。小一は宮子の元を去り、 母、サダヨのアパートに戻るが、英二は、大家の娘、島みどりと婚約したと聞かされ、追い返される。行き場を失った小一は、ダンサーのメリー、丘の元に身を寄せるが、持ち長の激凛に触れ、子分たちに襲撃され、右手を潰される。小一は行方をくらまし、英二のリサイタルの日を迎える。 行きつけのバーで、ラジオから流れる英二の曲を聴いていた小一を、宮子たちは探し当てる。音楽活動に反対していた、佐代をもようやく、小一を認め、母子は和解する。1957年12月28日公開。1966年12月10日公開。渡哲也主演によるリメイク。 石原版と設定が若干変更されており、主人公の弟の職業が音楽家ではなく、レーサーになっている。また、宇野重吉演じる、翔一、栄治兄弟の父親が登場し、ラストは、怪我をした翔一と一緒に、栄治が出場している、カーレースをテレビで観戦する。栄治のゴール前に翔一は、優勝を確信し、宮と立ち去る。ドラム合戦のシーンでは、 ライバルの策略にはまり手を怪我するのは、石原版と同様であるが、その怪我が原因で、スティックの片方を床に落としてしまい、ドラムが叩けなくなったために歌い出している。また歌の途中のセリフも、石原版の、この野郎、かかってこい。から、そら、そら、そら、お前は、俺の弟よ。俺の心は、お前の心だ。そーら、ドラムが俺を呼んでるぜ。それ、 恋だ。喧嘩だ。お祭りだ。よし、俺に任せろ。それ、シンバルだ。というものに変更されている。1983年8月4日公開。近藤正彦主演第4作目でたの金、スーパーヒットシリーズ第6弾。ドラム合戦時の BGM はアレンジが施されている。近藤に合わせるため、嵐を呼ぶ男のサビに新たな歌詞が追加されている。 タノキン、トリオシリーズの実質的な最終作となった。裏に、角川映画の探偵物語と時をかける少女が投入されたため工業的に惨敗した。配給収入は8.5億円。ヒットせず、田原俊彦主演の1984年の正月映画も引き続き井上梅次監督が予定されていたが、増田敏夫に交代させられた。 井上は次回作として、自身の1957年の映画、わしと鷹のリメイクを構想していたが、実現に至らなかった。ゆう郎にこだわるのはもう特作ではないのでは、ないかという意見が出て、マスダも、太陽とカリードというオリジナル作品を構想していたが、L.O.B.I.NG になった。サウンドトラック、ラブフォーエバー。ありがとうございます。